こんにちは、もみもみチャンネルのもみもみです。今回は主力部隊が徴兵中、厄介な300部隊飛んできました、防守できない、そんな時どうすればいいの、という時に役に立つ部隊を紹介したいと思います。特に戦争初期に関しては部隊数が少ないので、めくることはめくれても防守ができなくて300でめくられてしまう、こんなことよくありますよね。これの対策をしっかりしている同盟は強いと思います。海外サバでは結構こういう300めくりに対抗する部隊っていうのを作っていることが多いです。まあですので皆さんもこういう300に対抗できる部隊っていうのを作ってもらいたいと思います。300めくりに対抗する部隊として、まあ多いのはですね、高速騎馬みたいなやつを、まあ、1000ぐらい徴兵してやっていくのもいいんですが、この高速騎馬自体でめくれなかったりすることも多いんですので、まあちょっともったいないかなっていうふうに私は思っております。ですので私はめくりもできる、そして300部隊も倒せる、ワンチャンジャイアントキリングも狙えるかもしれないっていう部隊を作っております。ではその部隊を紹介したいと思います。ででーん、こんな部隊となっております。大凶小凶当該脅威の部隊です。まずめくりとして機能させるためにはレベル20まで上げる必要がございます。まあこれはですね、ちょっと連兵をしてレベル20ぐらいまで上げていただければ160までですね、工場行きますので、これで十分めくりができます。まあその状況で1000まで徴兵すれば、まあ300部隊に絶対負けることはないですし、ある程度徴兵すれば土地取りもしっかりできます。特にまあ戦争初期に関してはもちろん覚醒はできないんで、つける戦法としては大凶小凶に合衆、これは先行のためにつけています。大凶小凶は初っ端に暴走をかませることができればでかいため暴走をつけております。当該に関しましてはなぜ入れてるかというと、指揮の実装によって当該がですね、最近ピックアップされております。まあ、当該の戦法を使うと士気が10下がっていきますので、まあ、これによって相手をですね、弱体化していく。で、残りの戦法としましては、今回私、半径つけてますが、まあ、落雷とかでもいいのかなと思いますが、私結構半径が好きなんで、半径入れております。また、脅威は、虹で戦えば、自身に回避もつきますので、まあ、虹環境においてはかなり強いです。ですので脅威に烈刃も疾風をつけまして先行して、まず回避を全体にしていくという感じとなっております。覚醒したらまあ何つけるかっていうのは結構個々人の趣味ではあるんですが、私は半径を積んでいるのと、まあ、当該は削られやすいので削られたら士気を下げてやろうっていう魂胆でやっております。また脅威に関しましては、虹だったら回避はつくんですが、まあ、虹以外でめくったりとか戦ったりすることもありますので、まあ、そういう時のために空城をつけております。まあ、これで長生きできたらいいかなっていう考え方ですね。この部隊を作れば、めくり、300への対抗、そしてジャイアントキリングも狙える。もう擦りまくることができる部隊ですので、まあ、私の中でこいつは社畜部隊と考えております。もう私と一緒、社畜です。もう擦りまくって、擦りまくって、スレスレになるまで使ってあげることができる部隊かなと思っております。ほんまに、ジャイアントキリングできんの？まあ、ほとんど正直言ってできないです。まあ、兵数が少なかったりしたり、まあ、強い部隊に当たれば速攻でやられてしまいますんで、ほとんどですね、削ることはできないですが、ごくたまに、やってくれます。そういうのを見ると楽しい舞台ですね。普段はこのようにしてボロ負けです。ただですね、ワンチャン暴走が入ったりするとこんな形ですね、相手を削ってくれます。
まあ倒せはなかなかしないですね。今んとこ私本当に完璧なジャイアントキリングはしてないんですけど、結構削ってくれたりします。まあこんな形ですね。やってくれますので、作っといて損はないんじゃないかなと思います。シーズン1や2ですと自爆隊という形で両党、シュシュン、カンネンみたいな部隊を組んで落雷名人詰めまくりでワンチャン狙うっていう部隊も流行ったと思いますが、まあこの部隊としましては本当ですね、めくりと戦への対抗で時たまですね本命の帽子とかに当たってしまったりとかした時にワンチャン削ってくれればいいなっていう感覚でやるのをお勧めしております。視聴者様も皆様でこういう自爆隊、まあ今回私社畜部隊みたいなこと言ってましたが、こういう使い方をしていておすすめの部隊がありますよっていう方いたら、ぜひコメント欄ですね教えていただければと思います。なんか良さそうのいたら紹介もしたいと思いますので、ぜひぜひ教えていただければと思います。少し話は変わりますが、1月21日から新年イベントが開始されます。まあ私たちにとっては1月21日がこう新年っていうイメージは湧かないですが、やっぱりソットの品では旧暦を採用しておりて、まあそっちを基準にして新年を考えるという形となっております。まあですので1月1日に新年イベントをやらなかったっていうのはこっちに合わせてきたんだなということですので、まあこれはある程度予想していたこととはなっております。まあ新年イベント、まあ女性ガチャみたいなのもありますけど、まあほとんどあれそこら辺はいらないっすね。多少一人ぐらい強いのがいた気がしますが、まああんま期待はしなくて良いです。ただですね、ゴレンが復活するかもしれないということで期待を寄せているのがロシュクの登場です。ロシュクは星4でしかいなかったんですが、今回ですね星5で登場します。シーズン1では星4リクソン、星4ロシュク、そして星5のリョモみたいな感じで編成組んでた方も多いんではないでしょうか。そういう意味ではロシュクっていうのは期待している武将ではございます。まあ、ただですね、どんな性能かっていうのは未だちょっと発表はされていないみたいなので期待をしていますが、どんな戦法がついたらゴレン強くなるかなって考えたとして、半径みたいなのとか短期みたいなのとか、なんかそういうのついてると使いやすいかなとか思ったりしました。1月21日多分発表になるんじゃないかなと思いますので期待していきましょう。今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったっていう方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではじゃあね、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それではじゃあね。